Previously on Sugar a lot. ピャーダウンタウン浜田です。よろしくお願いします。リバボン、うん、松本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、はい、始まりました。はい、あ、いい匂いがねしてきましたね。シュコアロット、今からみんなで作る前に、うん、はい、何よ、おう、はい、はい、チャーハン作る前に心を一つにしたいので、はい、はい、心を一つにね、一つなってないのね、今ね、今はまだなってないの。心三つやったやん。いや、俺一つやった、一人やと思ってたのに、団結力が足りなかったのや、返事して三者は。じゃあちょっとスムージーを、スムージー、乾杯スムージーをしたいので、おっしゃー、はい、浜田さん、そこの、そうそう、はい、これね、お人形か、これね、はいはいはい、はい、これをこうしてね、違いますね、洗い物ね、お前がやるかったんだよ。ボケ最近変わってね、もう本当天然にボケてるから。偽物はね、あのボケのすっごい逆なんだ。はい、じゃあわかりました、これで、こちらお願いします。はい、どうぞ。これはどうしたらいいですか。ここにカチャッと、はい、こうですね、これがボケないですね。はい、ガチャ。これ何入ってるの。これ何ですか。これ、オレンジ2個と、オレンジ2個、バナナと、はい、リンゴと、はい、ケールですね、青汁の、になる、苦いもいっぱいなあれです。野菜のお魚が、ケールね、はい、知ってる、ケール、ケール、ケール、そうそう、でも俺らもケール、ケール、ケール、ダメです、まだ返しませんよ。これですね、このなんかこういうフリフリのケールで、これどこで売ってるんですか。これはちょっとおしゃれなスーパー。そうだよね。成城石井？成城石、そうですね。あのちょっと。これスーパー麺でいいの？大丈夫です。美容専門とかね。そうです、美容専門。うちの方になんてこれ俺見たことないもん、俺。でもこれ伊藤洋華堂にもあります。あんのよ、あんの。本当に？伊藤洋華堂。これ美味しそうや。はい、めっちゃ体にいいので。ああ、もう。はい、これは。この間でも美味しそうだったよ、あの、うん。ほら、こんなでかいやつが来てて。なんだっけ？全部入れんのかよ。あ、やってない。誰だっけあれ。あ、しゅうこさん。おい、はい、誰誰。僕じゃねえんだよ。ね、ボビーさん、はい。ボビー全部入れてたから、あいつ、ね、多分バカだね、あいつね。あいつは。バカ舌なんだね。格付けチェック出たら一個も当たらへん。当たらへんね。でもなんか常にアルファーファが出てるらしいですね。うん、アルファーファ誰が。ボビーさん。いや、あいつに出てんのあいつに出てんのアルファルファじゃなくてアルファルファのくらいなんでやねん、帰ってきてんだよ、ちっちゃいのあれアルファルファで、アロハね、アロハルファや、アロハルファや、全然アロハルファ足りないよ、これだもんね。面白いな、アロハルファ出たらいろんなもんついてますね。すごいね、この、YouTube はね、にゃーとかね、出てるしね、にゃーは出るわ、にゃーだってここからちょっとしか出てなかったもん、頭がこんなあいつ何人、何人やん、お前、ね、カンボジアから、カンボジアカンボジアね、はい、じゃあ、なんやねん、今てか、物落ちた。シューコアロットじゃあ、どうすんの、これよ。はい、これを、うん、ガーってかけて、もう全部材料説明終わったんですか。はい、終わりました、はい、ガー言うたらガーやな、ミキサーにかけていくので、じゃあちょっとオンにしていっていただきたいので、はい、松本さんお願いします。お願いします。だってボケてくれるのかな。はい、ここ、うん、はい、上げて、うん、最後にここ上げていきます。おー、誰も止めんのかい。ね、いや、はい、壊れるでしょ、こういうことしたらね。絶対やっちゃダメなことだよね。はい、良い子の皆さんやったらダメですよ。はい、じゃあ今度こそ、じゃあ、ちゃんとやろう、ちゃんとやろう、これを、うん、はい、上げて、おお、はい、最後そっちを、はいはい、おー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 、これから、
シューコアロット。あー、これがこの間の YouTube でも見た、はいはい、何で見たの？グラス、グラス、これね、スムージーグラス。はい、これです、乾杯グラス。俺でも今な、スムージーな、ちょっとな、うん、凝ってんだよ俺。なんつうの、うん、健康になろうと思って はい、若返ろうと思ってさ、俺年取っちゃったからさ。今、おいくつですか？66歳。全然見えないね、全然見えないよね。見えないですよね。だからもう、酒飲んでる場合じゃないから、これで、そうです、そう、すごい凝ってんの俺、ほんとに、うん、デトックス、デトックス、ね、もう60を超えるとやっぱり赤が似合う男だよね。赤もね、赤抜けちゃって、赤ーんとかね、そういうことは、そこに笑ってんの赤ーん。俺らにしたらそういうね、ちょっとした笑われるのが一番恥ずかしいんだよ。ダジャレ、なんかイベントとか行ってもね、ここで笑えみたいなって笑われると、一番はもうあと3分ぐらいで、あかーん、2分ダメだけどね。この大きい声出して大丈夫なの？これ何種類でしたっけ？オレンジ、オレンジ、はい、バナナ、バナナ、みかん、違う、オレンジ、はい、分かってないやん。オレンジとみかんは違うの？キウイは？キウイは、うん、ダメです。スーさんキウイアレルギーなので。スーさんって誰？アレルギーなの？スーさん誰？あのカメラマン知らんがな、そんなの。あ、身内は大爆笑、知らんドーンってね。キウイアウイリールはもう口真ん中でした。一緒に乾杯しますよ。キュウリだね、アレルギー。キュウリじゃないよ。キウイ、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 キウリじゃないの？キウイ、キウイね、あ、毛の生えたやつ。そうです、意外らしい。あれの、あれなんですか？ダメなの？あるんだ。食べると、なんか壊すの？ゆるくなるよね。はい。じゃあ、なんで今日はオレンジ、バナナ、みかん、みかんじゃない、もう癖になる。はい、オレンジ、バナナ、バナナ、リンゴ、リンゴ、ケル、ケル、はい、4種類。よっしゃー、3種類、5種類。どうやって飲んだら、ガーって飲んじゃう、危ないの？ガーって飲んだらちょっとむせるかも。これ一つ外れあるとかじゃないよね。大丈夫ですか？大丈夫、わさび入ってないですよ。じゃあわさび入れようよ。じゃあルーレット。これ飲んでどうすんの3人だから打ち合わせしようっつったのに。どうすんの？あんねボケだけどちゃんとボケたい。わさび入れてーわーなんねん。また俺が今からだから分からんかったっつって。もうええかな。はい、やろうね。はい、シューコアロット。いや、うん、何乾杯しましょう。何乾杯しようかね。中田に、じゃあ、ユガジの中田、お前よく言った。頑張れよ。俺のとこに来い。内緒で。乾杯！バーイ。バーイ。これ体にいいね。俺、今やったら猫抜けるわ、あいつ。無重力みたいな感じだね。ね、ありがとうございます。無重力ね。いやでも美味しい。いや、うん、体に絶対いいよね。ね、明日お通じがびっくりするぐらいいいです、うん、そうなの、うん、スペーンってなります。下ネタありなの？原因になるってことだよね。中華さんの口がちょっと聞きたくなったよ、お通じとか。なんかね、アイドルはそういうのしないよね。おならとかもしないんだよね。大丈夫、偽なので私。偽なんだ。じゃあこれとりあえず出前できるんですよね。じゃあ、ね、はい、皆さん、これ飲みたい人は出前館やってますんで、ここまでね、連絡くれれば松本が行きますから。いや、俺は行かへんぞ。作るのは浜田さん。俺作る。9割はだってこいつが作ったんでしょ。ね、ビューッ。こいつ働いてますよ、ね、俺の面白い若いやる。じゃあこれお買い上げよろしくお願いします。いくらで一杯？一杯1000円で。安い。全部全然全部オーガニックのやつなんで。そうですね。そう、さすがスーパーで買ってきて。お金で買ってきたやつ。あ、でもオーガニックっていうけど、うん、最近安いんですよね。そうですよ、ね、伊藤洋華堂もオーガニック安い、うん、伊藤洋華堂オーガニックなんや。ちょっと本当にね、大根にしても値段変わらないですよね、うん、そうですね。
じゃあこれ出前決定ってことでね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、では、うん、メインディッシュ待ってないよ。スムージーな、ずっとな凝ってんだよ、ね、健康になろうと思って。やばー。 あ、 ちょっとその前にいいですか。その前にピクガンで呼んでいただいたので、このお二人にプレゼントを。どうぞ。ありがとうございます。編集困るな、今日は。アンパンじゃないんですか。アンパンじゃないです。アンパンよりもっといいのを持ってきましょう。ジャムパン。ジャムパン。中にクリームパン。なんかすごいいいものな。マトリョーシカ形式。はい。開けてみてください。スーさん出たことないですか。この番組では出たことない。いただきます。ありがとうございます。お金があれが全部出してるんですよ。そうだ、そうなんだよか。俺持ってきた。いつも出してくれる。俺買ってくれる。先生は俺がよくて金持ってやる。俺持ってきただけや。また袋の中に袋が入ってね。はい、マトリョーシカ買ったらしい。袋出すのありますよ。袋はやろ。すごい。すごい、はい、すごい。ライジングサンコーヒーって言って、実は、はい、ああこの人や、はい、焙煎を全部やってるコーヒー屋、千葉でね、そう、千葉の有名な、はい、九十九里の方で、うん、焙煎工場を持ってて、うん、はい、大網でショップ、あと、うん、東京に非公開のショップなんですけど、うんうん、実はうちの近くに、はい、自宅の近くにあるんです、はい、そのコーヒーなんで、坂口さんが、坂口健二さんね、はい、すごい、飲んでみてください、はい、簡単に飲めるようにドリップ方式してきました。普通の豆とかも売ってますので、食べて飲んでください。サーファーですからね、皆さんね、坂口さんね、うん、多分このボビーもね、リコちゃんもね、ね、無重力だっけ、はい、ね、うん、もうお土産は持ってこないと思うんでね。ボビー自分で食べるよ。ファミチキを持ってきてました。ファミチキ、あとバナナ1本持ってきてました。ゴリラやっぱゴリラにバナナ。これ見たらボビー怒んだろうな。これやな、会ったことないし文句ばっかり言う。どこに住んでるかも知らないしね。そういう感じだね。絶対もスーさんに頭痛めて品種どうすんの。これじゃあ1個出前しますんで、はい、ここまで。いくらにしますか。これはいくらだね。松本さん、じゃこれただでいいか。2000円ぐらいにして、俺でサインをつけて500円で。サイン入れてね。サイン価値下がるから、サイン入れると。じゃあ2500円。はい、2つでじゃあ2500円。新しい方式ここまでね。